んんちゃんさんどうもですね。えー、かぶくん、えー、大阪府泉佐野市のふるさと納税について、まずは高額すぎるのが問題です。うん。そしてスケジュールを確認すると、高橋大輔さんは、表情練習のみ、コースとして参加となっています。いろんなところでふるさと納税を募っていますが、トータルとして内容が同じでないことなどの理由が挙げられます。うん。えー、高橋大輔さんのファンンミーティングは あるかのように書いてありますが、実は決まっておりません。そして2人で申し込むとありますが、問題は宿泊施設です。ホテルツインと書いてありますが、中には素泊まりと書いてある、おそましなことを書いてあるところもあります。えー、ふるさと納税を早く決めたいので、勇み足をしたように感じられます。参加を希望している方は、もう一度お問い合わせ。 確認をされた方がいいですねということですねえ。高橋大輔さんの表情練習の講師は決まっています。他はイメージで書いているからですえ。ファンミーティングも分かりにくいですということはそうですね。はい。なるほど。うん。はい。高すぎるのもちょっと問題ということですね。うん。え、そして、かぶくん。 ファンミーティングは今のところまだ決定をしていません。開催日が7月27日土曜日なんで、それまでに決定するかもしれませんが、なぜファンミーティングがあると思っている人と、ファンミーティングは聞いていない人に分かれる理由はポ、ポスターです。ポスター。うん。ふるさと納税と上に上記がしてありまして、下に大きくファンミーティングとポスターにでかく記載されています。 しかし今日7月15日の朝ではまだ決まっていません。ポスターというものは依頼されてその通りに仕上げていますから、自治体も決まると思い込んでいたということになります。しかし今日7月15日の朝ですから、7月13日では決まっていませんでしたが、もしかしたら昨日や今日にファンミーティングが決定するかもしれません。うん。そして開催日は7月27日 土曜日なんで、えー、それまでに決まればいいという考え方もあります。うん、ただ、ホテルはお勧めできません。ポスターのタイトルを見ても、ダジャレなのかわかんないからですということですね。なかなか不思議ですね。一体どういうことなんだ、これは、うん。はい、というからくりだそうです。はい。うん